月曜日からお送りしています冬の長崎島旅、最終日の今日は小値賀町です。小値賀町の場所はこちらになります。五島列島の北部にあります。冬も魅力いっぱいの島でした。それではご覧ください。今回小値賀は佐世保港から高速船に乗りました。およそ2時間で到着します。やってきました、小値賀初上陸です。この小値賀でどんな出会いがあってどんな旅になるのか楽しみです。それでは早速行きましょう。小値賀の観光スポットで有名なのが姫野松原です。日本の松の美しい風景100選にも選ばれていて、およそ400メートルにわたりまっすぐ松の木が並びます。今回はレンタサイクルで楽しみました。冬でも美しいのが小値賀の海です。島内どこに行っても美しい景色が望めます。今度は小値賀に先月できた新しいカフェでランチタイム。店名は方言でおいでという意味のこんね。昼時はこんなに賑わっているんですよ。今風のちょっとおしゃれな雰囲気も残しつつも、はい、どこか和の雰囲気が漂っていますね。そうですね、ちょっと昔の建物というか古民家風の、あの感じをちょっと改装しまして、はい、でこの梁とかですねそのまま残しつつで新しいものをちょっと入れてっていう感じで、まあ、江戸時代というかその時はちょっと遊郭としてここの建物はなんか使ってたみたいで、その遊郭のその当時からのものをですねそのまま残したみたいで、でそれをまあ残せるならこのまま残そうということで一応こういう形の建物になっています。料理に使う米や野菜のほとんどが地元の小値賀さんです。本音で一番人気がチキン南蛮定食。甘酢と自家製のタルタルソースにこだわっています。それでは早速いただきます。サクッとした衣にジューシーな鶏肉。そこにマイルドだけどほのかな酸味があるタルタルソースがかかって、その相性が最高です。小値賀には古民家をリノベーションした宿泊施設が全部で6棟あるんです。今日はその中の一つ、こちらの宝州に泊まります。宝州はかつての庄屋をリノベーションしています。歴史ある建物と現代風の設計が見事に調和した癒しの空間となっています。とても広くて素敵ですよね。広いですね。いいですね、こういうところでゆっくりとできるなんて。島旅の魅力でもありますよね。ここからは私釣りに挑戦します。さあ早速行きましょう。あ、もう待ってくださってますね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。餌はコマセ網を入れます。カゴに入れてですね。コマセ網？うん、あ、コマセ網ですね。エビの仲間みたいなやつですか？エビの仲間です。一遍煽ってやって、はい、カゴから餌を出して、はい、この釣り針と同じところに餌があるように。あ、来た来た。ね、あ、かなりしなってますね。おきたな、これ何？すごい引いてる。黒かな。あ、釣れた。え、すごい。あ、結構大きいですよ。グレ。なんていう。え、息がいい。グレというんですけどね。グレ。黒、はい。黒と呼んだり、グレと言ったり。はいはいはい。
磯釣りでは代表的な、詰めて、はい、でこうあとは振り子の要領で振り子の要領で手を離し、その籠を離して、はい、でじわっとこう行くんで、こう行ってからなるべく遠くに落とすのがポイントなんですか。まあそうですね、竿の長さを利用して1、2回こうやって、なるほど、あとは待つんですね、はい、あ、来ましたね、すごい、結構強いです。あ、釣れた、2匹も釣れた、お、本当だ、2匹、これどうやって取ったらいいんですか。あ、絡まった、ごめんね、なんか大慌てですね、ドタバタしてますね。これアジですね。あ、すごいキラキラしてますね。アジは一応唐揚げにして食べたい。これも、まあ、味噌汁入れれば美味しいんですけど、これも手のひらサイズの私と同じ名前の黒取れました。いきますよ、いきますよ、あ、結構でかいかもこれ。これも黒かな。あ、アジだ、アジだ、おお、大きい方のアジだ、大きい大きい大きい、やったやった、ちょっと大きいですね。おお、助けて、よく釣れますね、この海は。生きがいい、これはお刺身にしたら良さそうですね、食べ応えがありそうです。実はこの古民家で地元のお母さんたちにお料理を教えてもらえるんです。今日は川久保さんに教えていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。今日ってどういったお料理を作るんですか。今からですね、アジのさば、アジをさばいてですね、はい、なめろうを作ろうかなと思ってます。なめろう、はい、さっき私頑張って釣ってきたんです。あ、そう、そうみたいですね。はい、じゃあ早速お願いします、はい、お願いいたします。また反対をしてもらっていいですか。自分で釣った魚を自分で料理する、黒田さんにとって初めての体験でした。手を切らないように、はい、あ、3枚におろしましょうか、はい、こういう感じで、あ、背骨の上側から、はい、そうですね、包丁を入れてこうやって左右にギザギザしていくわけですね、はい、あ、本当ですか。いけます、いけます、いけます。大まかな感じで、そうですね、大丈夫、はい。こうやって川久保さんの手ほどきを受けながらできた料理はこんなに豪華。頑張って私もお手伝いしながら作りました。とっても豪華で美味しそうです。よかったです、喜んでもらって。オジカは自然の圧倒的な美しさとワクワクするような体験ができます。冬のオジカも最高ですよ。ね、魚いっぱい釣れてましたね。ねえ、はい、もう長崎に住んでれば魚結構釣れるんですけれども、オジカの海はまた特別な感じがしましたね。はい、いやでも自分で釣って、そして作って、そしてあの雰囲気の中でね、食べられるって素敵ですね。今の紹介ですと、あのごちそうすべてを黒田さん手伝っているように見えたかもしれませんけれども、実際にはなめろうだけですからね。あとは川久保さんが作ってくださっていますので、本当、ね、豪華な、ね、料理でした ね、 ね、でも、あのなめろうを作るときにこたたくのは嬉しそうにしていましたけれども、はい、これね、お酒にもよく合うし、合うでしょう ね、 ね、お茶漬けにしても美味しいんですよね。で、海の綺麗さがすごかったですね、うん、おじかね、はい、透き通ってました ね、 ね、だから陸でも楽しい、海でも楽しい、そして食も充実している、そんなおじか旅でした。で、皆さん島の旅をする際はマスクを着用したり手や指の消毒をするなど新しいエチケットを守ってください。皆さんもエチケットを守った上でぜひ冬のオジカを楽しんでください。